本日は、レッドバッジというカクテルを、作りたいと思います。こちらのカクテルなんですが、ロングカクテルになります。はい。で、これタンブラーですね。タンブラーを使って、作っていきたいと思います。あ、作ってというか、はい、こちらを使います。入る材料なんですけど、ココナッツリキュール、バナナリキュール、オレンジジュース、パイナップルジュース、そして、グレナデンシロップと、5種類ですね。5種類の材料が入ります。で、5種類のうち2種類は、リキュールと、ココナッツリキュール、バナナリキュールになってます。で、こちらもまあビルドスタイルですね。このグラスの中で作ってもいいんですけど、5種類も入るので、まあ混ぜる意味も含めて、はい、シェイクして作っていきたいと思います。はい。ではまあ早速ですね、作っていきたいと思うんですが、シェイクするので丸氷を使って、シェイクしたいと思いますが、グラスを、はい、この丸氷で冷やしたいと思います。はい。で、グラスに丸氷を入れて冷やしておきます。で、まあ、ステアして、で、冷やしておきます。で、まあロングカクテルなので大きめのシェイカーを使ってシェイキングしていきたいと思います。で、まずはまあこのココナッツリキュール、マリブというココナッツリキュールを入れていきます。それで、ココナッツリキュールなんですが、25ミリ、で、次バナナリキュールですね。で、バナナリキュールも、同量ですね。25ミリ入れました。そして次が、どちらでもいいんですけど、パイナップルジュースですね。パイナップルジュースを、45ミリ。そして、次はオレンジジュースですね。オレンジジュースを、45ミリ入れました。で、次グレナデンシロップなんですが、こちらは本当少量ですね。ワンダッシュ、まあ1ミリなんですけど、これはまあ、ビターズボトルというのが本当はあるんですが、あ、うん、そうですね。こんなもんですね。
で今1ミリワンダッシュというやつですね、入れました。であとはシェイクするんですが、はい、この氷を、あ、グラスを冷やしていた氷をシェイカーに入れて、でこの溶けてしまった水分は捨てておきます。シェイクです。こちらで完成ですね。レッドバッシーでした。いや、こちらももう本当に、まあ、フルーツたっぷりで、なおかつリキュール自体ももうココナッツリキュールとバナナ、まあ、とても、まあ、フルーティーで、まあ、体に良さそうではありますよね、はい、良さそうなカクテルというか、体にはまあ悪くはないような感じもします、はい。まあ、アルコールはいろいろ言われてますが、アルコール自体があまり摂取するのは良くないとか、そういういろいろな考えもありますが、まあ、アルコールというのは大人の楽しみの一つであると思いますので、はい、で、まあ、カクテルにしていろんな材料を混ぜて、まあ、楽しむ、まあ、大人の楽しみの一つですよね。まあ、節度を守ればとても良い趣味というか、まあ、趣味にもなりますし、カクテルなんていうのは、はい、お酒を飲むというのはいい趣味にはなると思います、まあ、ストレスとかも発散にもなりますし、はい、まあ、こんな話にしてなんですけど、はい、で、とても美味しく出来上がってますの で、 でこのグレナダンシロップの1ミリが淡いちょっとした、まあ、ピンクがかった色になって、カクテル自体もとても美味しそうで、はい、いい感じに仕上がってます、はい。本日の、デッドバッシーのカクテルレシピも、動画の最後に載せておきますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。